日本でヘアカットしたことありますか？これは初めてです。皆さんこんにちは、クレラボです。綺麗を作るヘアカット、今回のテーマはこちら。今回のモデルさんは日本で初めてのヘアカットです。来日4ヶ月、日本語はすでにとっても上手です。ただ日本には慣れていても外国でヘアカットは怖いですよね。今回は日本のカット技術をお見せして喜んでいただきましょう。外国の方は頭の形がいいので日本人とは切り方を少し変えていきます。後頭部の形がとても綺麗に丸い、日本人ショートのように丸みを意識して切ると重すぎてバランスが悪くなります。今回はアン・ハサウェイのようなベリーショートを希望されています。ベースカットはレイヤーベースでカットしていきます。頭の丸みに沿うようなカット方法です。まずは縦スライスで引き出します。オンベースにレイヤーカットします。右ブロックは首があることでコームが入れにくくなります。なのでコームを短く持って溶かしましょう。ミドルブロックは下からの延長でカットします。オンベースに移行します。コームと指を使ってきれいにスライスを取りましょう。パネルがきれいだとカットラインもきれいになります。スライス線は一番下まで取って下からのつながりをチェックしながらカットします。オーバーブロックも下からの延長でカットします。トップブロックは床と平行に引いて真上に切り上げます。耳後ろのアウトラインを整えます。アウトラインに平行にスライスを取ってラインをチェックしましょう。前髪を外して分け取ります。前下がりスライスを取りオンベースでカットします。1段目の位置で全て長い部分をカットします。顔周りからレイヤー状に切り返していきます。
軽くなりました。横ベースのスライスは左手で髪を押さえるとうまくパネルをつかめます。顔周りからレイヤーを入れていきます。バックサイドとなじませていきましょう。耳の周りがすっきり見えますね。アウトラインを設定します。三つ襟は浮きやすいので手で押さえてラインを作ります。左手の使い方は重要ですね。生え癖は左右違うのでフリーハンドでチェックしていきます。耳の後ろもラインチェックを忘れないようにしましょう。前髪のイメージを作っていきます。ヘアパートに分け取ります。そしてサイドにつなげていきます。アシンメトリーのバランスを作っていきます。横スライスで左サイドに引きながらカット。右が長く残っているので長さを調整していきます。アシンメトリーの前髪ができました。続いてトップにレイヤーを入れていきます。カットラインが前髪に向けて前下がりなので後ろに引きながらレイヤーを入れていきます。サイドにもレイヤーを入れます。後ろもレイヤーを入れていきます。頭の丸みに合わせていきましょう。放射状に切り進んでいきます。日本人カットの場合は後頭部をグラデーションカットで重く残すのですが、外国の方は後頭部の形が綺麗なのでレイヤーカットで頭の丸みに合わせて切ります。斜めスライスで耳後ろ周りを引き締めていきます。逆サイドも同様にカットします。ベースカットが終わりました。前髪の長さを調整します。今回は目の上で斜めに流れるイメージでカットします。もみあげ周りもソフトになるように微調整していきます。顔周りの重さを取り除いていきます。アウトラインを収まりやすく微調整。はい、そしてカットが終了しました。耳周りと襟足はベリーショート、前髪を長く残してアレンジしています。ご納得いただけたみたいです。
最後にスタイリング剤をつけます。今回ももちろんモイバーム、日本人でなくともモイバームを世界中の人に使います。彼女の髪は柔らかくすでに収まっているのでツヤを出す程度に少しだけ使います。束感も出てきて動きが出ますね。国が変われば髪も頭の形も違います。今回はいつもカットする日本人とは違うテクニックでカットしました。だけど求めるバランスの美しさは共通している部分も多いですね。このようにいろいろな国の方の髪をカットすることもあります。髪に悩みがある方でしたらどなたもカットさせていただきますので、ぜひご来店ください。それでは今回の動画が参考になった、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録いただけると大変嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。